医療では思い込み効果というのがあります。思い込み効果で病気が治るプラセボ効果ですが、これは新型コロナワクチンにもあると思いますか？なるほど。ワクチンを接種したと、その結果その新型コロナに感染しなかった、これは思い込み効果、これがあるんだとか、これは鋭いご指摘であるかもしれません。あのワクチンを本当に信頼している人はね、ワクチンを打ったからもう大丈夫だってなります。そうすると今までずっと不安だった新型コロナの不安がなくなって、結果としてどういうことかというと、持続的な不安のもとで、ね、コルチゾールっていうストレスホルモンが出る。でこれは免疫を弱めちゃうんですね。つまりワクチンを打ったからもう大丈夫だっていうふうに思う、その思い込みの効果でワクチン打つまでは生じていたストレスホルモンによる自然免疫の低下が解消すれば免疫力が高まりますから、現実ワクチン自体がどうかと関係なく感染しなくなるということは実際あるわけです。あ、プラセボ効果、その逆はノセボ効果っていうのかな、これは要するにあのその薬が何か薬でない薬に見せかけたものをですねもらって、で、それを薬だと思わされてでそれを飲む。そうするとですね、実際体調が良くなる、病気が治る、これがプラシボ効果、プラセボ効果ですね。その逆にですね、この薬は悪いと思って飲むとですね、どんな風になるかっていうと、本当に副作用が増えたりですね、それから薬効がなくなったりするってことがあるそうです。ですからそのワクチンもですね、このワクチン打つときに前向きなつもりで、気持ちで打てばですね、効果は上がるし副作用副反応は少ないが、これを否定的な気持ちで副反応が出るんじゃないか出るんじゃないか副作用が出るんじゃないか出るんじゃないかと思って不安を持って、打つとですね、仕方ない、もうしょうがない、言われたから打つしかないってなると、そうじゃない人に比べて副反応が出てしまう恐れは確かにあると思います。このワクチン打ったから体調悪くなるんじゃないかと思う、そのストレスや不安によって先ほど言ったそのコルチゾールみたいなのが増えちゃったりで免疫が下がる、ないしはその逆にですね、プラセボ効果の時に出るのが、オキシトシンとか、それからドーパミンという、そういった体の免疫を高めるようなやつなんですけど、それが出なくなっちゃって、でそういったことで体が弱くなっちゃって、ワクチンが悪いんだ効かないんだ副反応があるんだっていう不安とともに接種したことによって実際そうなっちゃう可能性もあると思う。でどういうことですから、新型コロナに対するワクチンですね、せっかく打つならワクチンはよく効くし副反応はないと思ってやった方がいいと思います。これは本当です。本当ですっていうのは、その気持ちによって脳内に分泌されるその物質が変わってくる、悪いものが分泌されたり良いものが分泌されたりする。だからワクチン自体はですね、科学的にそういうことをもたらさないんですが、ワクチンを受けるときの、なしは薬を飲むときの前向きな意識か後ろ向きな意識かによって健康が増大したり損なわれたりするってことは科学的に事実なんですね。そういったことがありますから、そのよく考えてワクチン打つと決めたらですね、もうなんていうかな、否定的なことは考えるのがいいと思います。多分に我々の体っていうのは心とすごく深く関係してるんで、油断するなっていうのは確かにあるとは思いますが、しかし実際打つと決めた場合はですよ、それに対して過剰な不安を抱いてやってるとですね、自分で自分で問題作り出してしまうような部分もあるのが人体というもので、で特に免疫っていうのはその前向きな心の働き、感謝とかによって強まり、そしてストレス、否定的な感情、不安や恐怖や怒りによって弱まるということは証明されてますから、それは新型コロナでも同じだと思います。ここら辺は一つポイントだと思いますね。で、コロナ、新型コロナのワクチン接種に関してはですね、先ほど言いましたように、その今考える必要がないんだったら考えない方がいいと思います。先ほど言ったようにですね、
その人間っていうのは強い恐怖や不安、これがあると、ワクチンとか初めてでね、そこであの予期不安っていうのが生じてしまう。でもその9割はですね、実際、まあ科学的にはね当たらないもんだと。だからそういうのっていうのは、なんていうのかな、そうなった時に考えればいいと。その前から、あまりにも前から悩む必要はないっていうのがあります。ですからまだ皆さん今すぐにワクチン打つという立場でない方は、あと1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月あれば、その何ヶ月か後にですね、その時に自分の番がいよいよ来るよって時に、ちょっと前にそこで考えればいいと思います。その時までもよりたくさんのデータ来ますよね。でその時に判断したより方が、それよりもデータの少ない今よりも、その副反応のデータとかですよ、少ない、今よりもその何ヶ月か先にやった方がいいわけだから、その3ヶ月の間ずっと毎日受けようか受けないかって考え悩む、これ意味ない。で悩んでると、その先ほど言ったストレスホルモンが出て自然免疫が低下し、自然免疫が低下すると、これはワクチン打った時の効果も減り、かつ副反応が出やすくなるってこともあるので、だから全然良くないってことです。だから冷静に考えれば、今は考える時じゃない、少し後になって待って考えればいい。でその時に最善の選択をすればいい。そして受けるんだったら受けるで 前向きに受けた方がいい。受けないんだったら別にそれはそれでいいけど、そういうふうに前頭葉で考えられるようにする、これがブッダの教えです。でその時にブッダは禅定とかヨガって言葉を使うんです。または止観の止という言葉を使うんです。心を静めた上で物をありのままに見ることができる、そういう教えですね。それは先ほど言った恐怖や不安に対する扁桃体が静まっていくと、その後より賢い前頭葉が起動するから、これで話した方が、これで考えた方がいいということだと思います。今日はご質問、これに結びつけて、最新の脳科学とそれからブッダの教えの共通点ですね、これをお話しました。まあ、しかも今皆さん新型コロナ問題ね、やっぱ不安で、そのワクチン打てる打たないの不安があると思います。あとまあそれを含めた体、病気、そして医療機関、医療技術どう信用するのかって問題、これは新型コロナに関係なく多いですよね。でそういった時にですね、そのようやく大脳生理学が発達してきて、新たな知見として、人間はその理性的な脳と、それから情動的な、感情的な、刹那的な、かなり粗雑な脳と2つを持ってて、でこれが起動してしまうとき、強い不安や恐怖のとき、これが起動してしまうんだが、現代人は直ちに生命に対する危機、野獣が襲ってくるみたいな、そういったとき以外にも、これが起動するような、まあ、習慣っていうのかな、それついてると思います。でブッダとしては、そこら辺はとらわれるなというふうに言いたいです。とにかく野獣が襲ってた時に必死にやるのはいいと、その時まで何も言わんと。しかしちょっと批判されるぐらいだとか、それからまあ、あのワクチン接種は心配だけど、それに動揺してても結果絶対うまくいかないからね、自滅しちゃうんだと。だからそこら辺は少し腹くくれと、あまり頓着しないようにせよと。で頓着しないようにした方が逆にうまくいくんだから、そう考えてくれと、批判もされたくない、それは分かる。でもそれにとらわれない方が逆に称賛されるんだと。新型コロナも分かる、不安だろう、しかしそう、それを一旦棚上げするぐらいのが逆にうまく、つまり健康は守れるんだといったところがブッダの教えということになります。でそれを少しですね、過激な表現で言うと、身を捨ててこそ浮かぶ背もあれ。先ほど生命のこと、これは不安恐怖が生じて、もう仕方がないと言いましたけど、しかしその例えば川で溺れてる時に、こっちですね、扁桃体の興奮から行動すると、手足をバタバタさせちゃって逆に沈んじゃう。そうじゃなくて、その身を捨てるぐらいで体の力を抜くと、これ前頭葉、これが働いた時で、それは為替に浮かぶということです。そうですね、力抜いた方がその沈みにくく、力を入れてその恐怖から逃げようとしてバタバタされしてれば、川底に沈むんですよね。まあ、こうして人間は強い恐怖や不安、これが生じた時にですね、必ずしも自分にとって利益のある行動が取れない。
そういうことがあるんですね。だから身を捨ててこそ浮かぶ背もあれと、そういった時にその腹くくって体の力を抜いて落ち着いて考えるようなことはなかなか難しいと思いますね、その溺れそうな時にね、しかし結果としてですね、そうした方が逆にうまくいくんだっていう事実もあるほどだと。ましてや溺れかかった時じゃなく、ちょっと批判された時とか、こういったコロナパンデミックの問題がある時は言うまでもないと。落ち着いて必要な時に考えて、そうすれば一番いい対処ができますということなんですね。